1838年に開業したブラウンシュバイクの鉄道駅、ブラウンシュバイク広告国,国有鉄道は、ブラウンシュバイク広告が所有していたドイツで、最初の国有鉄道である。その最初の区間であるブラウンシュバイク、バートハルツブルク線のブラウンシュバイクとボルフェンビューテル、間は1838年12月1日に開通した。この路線の建設は、 ブラウンシュバイク公、ビルヘルムの数密顧問で起業家であったフィリップ・アウグスト・フォン・アムスベルクの働きに主に寄っている。アムスベルクは内陸に閉じ込められたブラウンシュバイク広告からハンザ同盟の諸都市ハンブルク、ブレーメン、リューベックへと結ぶ交通手段について調査を行い広告料であるハルツ山地から産する木材や鉱物資源を 海港まで輸送することは競争力を持ち得ないと認識した。反対に海岸沿いの港町の産物はエルベ川を遡りブラウンシュバイクではなくプロイセン王国のザクセン州にあるマクデブルクへと運ばれる傾向にあった。1824年に彼はブラウンシュバイクからハノーファー王国を通過してハンブルク及びブレーメンへと 結ぶ鉄道を建設する計画を提案した。この提案は1832年に公表されたが、ドイツの商法主義に阻まれてしまった。1835年に、アムスベルクは、ブラウニシュバイクからヘルムシュテットを通り、マクデブルクへ至る、東部鉄道の計画を再検討した。この計画は、プロイセンのマクデブルクハルバーシュタット線と接続するために、 オシャースレーベンを経由する計画の方を選択して中止された。同年、ドイツで最初の蒸気機関車牽引の鉄道として、バイエルンルートビヒ鉄道がニュルンベルクとフュルトの間で開通した。アムスベルクの強い推奨により、ブラウンシュバイク政府はついにブラウンシュバイクから南に、ボルフェンビュッテルへ、そして飛び地のバートハルツブルクまで、ブラウンシュバイク。 バートハルズブルク線を建設することを決定した。そしてそうすることで、ハノーファー王国の東部への鉄道が、ブラウンシュバイクの南を通る、ハルバーシュタッド経由で、マクデブルクへ建設しようとしていたことを阻止しようとした。1837年8月1日に、ブラウンシュバイクから南への最初の区間の建設が、始まり、1838年11月30日に、 ビルヘルム港が、ジョン・ブレンキン・ソップの蒸気機関車が経由する列車に、ボルフェンビュッテルまで乗車して、路線が開通した。一般向けには、翌日から営業が行われ、ドイツでは、最初の国有鉄道であるとともに、ドイツ連邦内で4番目の鉄道路線であった。1841年10月31日に、フィーネンブルク経由で、バートハルツブルクまでの路線が開通した。 フィーネンブルクの駅は、ハノーファー領内に1840年に開設され、現在でも使用されている駅としては、ドイツ最古である。フィーネンブルクとハルツブルクの間の勾配区間は、当初は、馬が経緯にしていたが、1843年には、この区間にも、イギリスの会社が製造した3両の蒸気機関車が、導入されている。この機関車はドイツで、 最初の三道軸機関車であった。1850年にフィリップ・アウグストフォン・アムスベルクはブラウンシュバイク公国の鉄道郵便局長となった。ハノーファー王国とプロイセンのザクセン州の周辺にあるブラウンシュバイク領1866年にハノーファー王国がプロイセン王国に併合された後、ブラウンシュバイクの路線網は、 プロイセン国有鉄道に完全に囲まれることになった。1869年にアムスベルクは憂鬱ながらもブラウンシュバイク広告クニ鉄道をプロイセンへ売却する交渉に入った。ブラウンシュバイク広告は当時、主に鉄道網の拡張によって積み上がった大きな債務を抱えていた。1870年3月、1869年1月1日に、 遡って、ブラウンシュバイク広告区に言う鉄道は民営化され、ブラウンシュバイク鉄道会社となった。アムスベルクは、1879年から1882年にかけて、プロイセン政府がこの会社の株式を買いめ、会社目、1886年から、プロイセンのマクデブルク鉄道管理局として、運営するようになるのを見る前に亡くなった。ありがとうございます。